では両チームのメンバーをご紹介いたします。水戸は1人入れ替えてきました。ゴールキーパー仁江川、4バック柳沢、住吉、タビナス、抜井、そして今日中の3人、木村を戻して平塚と奥田、アタッカー陣松崎、深堀、そしてトップに中山がいます。サブのメンバー中山、海保、キーパー、そして森、鈴木、山根、安藤、村田、ブラウン、ノアです。FC 琉球は2人入れ替えてきました。ゴールキーパー田口、4バック田中、岡崎、知念、沼田、そして富所を今日入れてきまして、上里とボランチのコンビを組みます。前の3人、風間、光也、そして池田、清水を左に入れまして、トップに阿部を入れています。サブのメンバー、キーパーの猪瀬、リオンジ、風間、光輝、清武、今日ベンチスタート、元水戸の茂木、そして上原、赤嶺というアタッカー陣が控えています。知念まで戻ります。この知念も新卒2年目の選手です。おお、ここで水戸奪った、チャンスになるか、中山そのまま打てるかどうか、中山よく対応した。田口カウンターからでした。高く上がった中山、おお、その前に触った、タビナスが触ったでしょうか。三好から前、中山ターゲット、ちょっと戻されているでしょうか。ただ中山受けます。松崎、逆サイド2人上がってきています。松崎シュート打ってきた、上です、自分で打ってきました。沼田から中へ、阿部どうでしょう、打ってきた、今度は新川、いい対応、いい沼田のクロス入りましたね。入りましたよね、まあ、いいあのボールの動かし方をして、まあ、アーリークロス気味ですよね。少し対応が雑になったところを、どうも今中山はよそっ、チャンスになるか、阿部抜け出している、抜け出している、オフサイドない、キーパーかわして打っていった、上です。うまく斜めからオフサイドではなかったんですけど、一つ目が少し大きくなってしまいましたよね。木村ボールをキープします。おいいアプローチだったんですが、木村粘る、そしてサイドを使って深堀から中、こぼれたところ、打てる、上です、また上です。ヘディング琉球先制点、コーナーキックからでした。清水です、今日先発に入った清水の頭、3人いたところ、そこに入ってきました。いや、うまいかったですね、清水のこうジャンプしながら少し待つ感じになりながら、うまくあの頭に当てて、清水に戻って、逆サイドが広く空いているところですが、池田をスルーして田中圭太からゴールも入ってきた、琉球2点目、早い攻撃でした。62分あっという間に立て続けに2点を取って、樋口監督から初めて笑顔が出ました。清武ですか、これ田中の、そうですね、いや非常に田中も、まあ、攻撃の選手だからこそ見つけられるスペースにしっかり出しましたよね。13番の清武のゴールですよね。ですね、素晴らしい。もう一回柳沢、森、狭いところ通す、ゴール前に入ってきます。そして奥田打ってくる、コントロールしたシュートだったんですが、まだ4分半ぐらいはありますが、さあ元水戸の茂木が出てきます。2人いる、打ってきた、コーナーキックです。本当にこう三浦さん、バタバタしないですもんね、琉球は。まあ、しっかり点が来たというのもありますし、
相手ボールになった時の立ち位置っていうのも悪くないですよね。森です。森ミドルシュート、田口反応。ここから入ってくる住吉ターゲットだったんですが、これで試合終了です。2対0 FC 琉球快勝。開幕からの負けなしを7に伸ばしました。